顔色は悪くないし。うん、今日も元気元気、頑張ろう。おはよう。大丈夫、取れました。明日からもうちょっと早く起きるね。洗濯とか掃除とか手伝った方がいいよね。うん、頑張っておきます。ありがとうございます。でも作れるかな。あ、その前にお米の炊き方教えてもらわないと。ん？その前に火のつけ方？起こし方？はい、頑張ります。今日はどこ行くの？また山？うん、釣り竿だっけ？あと梅干し。鹿とイノシシだっけ？イノシシって美味しいの？臭そうなイメージある。へえ、いいなー、お肉。別々の家？梅干し見つかればおにぎりのクオリティ上がるね。その時はその時で、どこで何するかはお任せします。うん、ごちそうさま。すごいよ。着替えてくる。お待たせしました。うん、あ、洗濯のこと忘れてた。帰ってからでいいかな。出かけるの遅くなるし。行くか決めた？川？いいね！行きたい！私も準備する。
川に行くなら別の準備がいるの。ごめん、お待たせ。うん。はーい。川楽しみ。結構歩く？そのくらいなんだ。30分くらい歩くかと思った。いいね。水きれい？やったー！田舎の川で泳ぐの初めてなんだよね。うん、ないない。ユージ君泳いだりしてるの？川で。そっか。気持ちよさそうなのに。ああ、でも別に川まで来なくていっか。湧き水あるもんね。いいなー。汗かいた時に入りたいかも。次？実は、下に来てました。抜かりなく。大丈夫、サンダルも持ってきた。よし。入るけど、私だけはしゃいでて恥ずかしくなってきた。お？
水着のまま帰るからいいんです。ね、はしゃぎすぎって笑われそう。よーし、入るぞー、とー。腰までない、膝。お、びっくりした。遅いよ。私ね、プールしか行ったことなくて、海とか川とかで泳いだことなかったんだ。だから最後にしてみたかったんだ、こういうの。今、出現した？私。思いつかないな。あ、ゆうじくんは水着ないの？ないの？一緒に泳ごうって言おうと思ったのに。泳ぎはしないんだ。その網で？好きだけど、こんなに簡単に取れるんだ。私もやってみたい。ガーってすればいいんだよね。よーし、おりゃー。こんな感じで大丈夫？本当に？わ、本当だ！いっぱいいる！気持ち悪い。あ、なんかちっちゃい魚もいるよ。なんて魚？知らんと。ああ、そっか。どうすればいい？触れないんだけど。お願いします。食べるのは好きだけど、触るのは無理だわ。
そういうこと言うの？もう！こういうのもさ、おじいちゃんとかおばあちゃんに教えてもらったの？へえ、素揚げか。美味しそう。いいおじいちゃんとおばあちゃんだね。ううん、大丈夫。またいっぱい取れた。結構いるけど、どれくらい取る？はーい、任せて。よっ。はっ。また会えるといいね、おじいちゃんとおばあちゃんに。私、臭くない？皮っぽい匂いしない？そっか。あ、うん、大丈夫。お風呂は夜にゆっくり入りたいし、タオル借りるね。体拭きたい。ありがとう。あ、そうだ。ユージ君もお風呂入る？そうか。じゃあ遠慮なくドボンって使っちゃうね。よいしょ。今日のご飯は何ですか？あ、おじいちゃんが作ってくれたやつ。はい。手伝えることはありますか？触れません。
見てます。色変わると美味しそうに見えるのなんでだろうね。うん、まずそう。でも赤は美味しそう。に移しといたよ。失礼します。はあ、いいね。脂っこい感じがいい。おいしい。うん、いけそう。多くねって思ってたけど、いけちゃいそう。
のさ。なんか、ごめんね。ああ、いろいろさ、聞きすぎたなーって。私は自分のこと何も話さないのに、気になったことは何でも聞いちゃって、ずうずうしかったなーって。だから、ごめんなさい。そっか、あ、でも、遠慮なかったなーって。ならいいけど、気にしすぎたかな。ごめん。ユージ君は？なんか聞きたいことない？あまり踏み込まないようにしてくれてるなっていうのは、なんとなく感じてる。なんでもいいから聞いてほしい。別にないならいいけど。レトルトとか、そういうの。こっちと違って山菜とかはないけど、そういうのはいっぱいあったから。みんなで分け合って、分け合って？分け合う。いや、最初は良かったんだけどな。うん。同じ学校の人でね、集まって生活してたの。でさ、そうやって集団で生活してるとさ、リーダーみたいな人が出てくるじゃん。最初はね、うまくいってたと思う。リーダーの人頼りになったし。でも、だんだんおかしくなっちゃった。威張るようになったっていうか。そんな感じ。最初はね、ん？って思ったけど、まあいいかって感じだった。カップラーメンの塩はリーダーのだから、他の人は食べちゃダメ、とか。そのうち、リーダーだけじゃなくて、リーダーと仲のいい人も特別になってきて、なんだろう、カーストの上の人たちを優遇するようになってきて、そうなるとさ、みんな自分も特別に扱われたいって思うじゃん？ひどいよ、それから。リーダーグループにあることないこと言ったり、カーストが下の人にひどいことしたり、もうやってらんないなーってなって。いないよ。お父さんもお母さんも、もういない。まあ、ね。でも大変なのは私だけじゃないし。性格的に向いてないんだろうね。集団生活？みたいな。出てよかったと思う。ずっといたら私も腐ってたかも。あ、なんかごめん。愚痴になっちゃった。他には？答えるよ、なんでも。ん？まあ。
自分から話せって感じだよね。何話していいかわかんないや。うん、わかった。でも気に障ることしちゃったら言ってね。ギクシャクしたくないし。元気元気。今日も一日頑張りましょう。あ、おはよう。うん、早起きした。布団を洗うの？あ、そっかそっか。私のも持ってくる。敷くだけでいいの？へえ。よし、できました。いろいろ教えてください。朝の支度。で、お茶は何杯くらい？いつも私の方が食べてるよね。すみません。少なかった気がする。うん。はい。はい。最初のだけ？はい。うん。なんかかき回してるだけだけど、違うよね、これ。
か、いいんだ。捨てて。はい。オッケー。気持ち少なめとか、難しいこと。適当すぎる。入れました。浸水。すぐに炊いちゃダメなの？へえ。湧き水沸騰させるんだよね。ごめん。やらかしちゃって火事とかになったら怖いなーって。はい、お願いします。あ、そうだ。洗濯私がやる。ユージ君の分も。別々でやるより効率いいだろうし、私に下着洗われるの嫌じゃなければだけど。別に気になんないけど。はーい、洗濯当番は私ってことで。異議なし。洗濯物持ってくる。ユージ君も持ってきてね。ここにあるの洗っていいやつ？はーい。
掃除終わっちゃった？ごめん、手伝えなかった。洗うのはいいんだけど、絞るのか大変。大丈夫です。やるって言ったのでちゃんとやります。洗濯までさせちゃったら分担が不公平だし。よっしゃい、終わったい。手助け無用。他に何かやることある？毎朝大変だね。これからはちゃんと手伝うね。この木の容器に入れるのって理由あるの？へえ。あーね、旅館のご飯っぽい。いいじゃん、おにぎりにしようよ。朝はおにぎり。何それ？なるほどね。わかりました。みたいに綺麗な三角にならないんだけど。野球ボールみたい。
ああ、そっか。手の大きさ違うしね。そっか、少なめ。なんでだ。それさっき聞いた。働いた後だから美味しい。でも多分食べちゃうと思う。ごちそうさまでした。なんか手伝う？これ？こっち？よいしょ。はい。他には？なんかある？お疲れでした。はーい。今日はどこ行くの？また川ですか？うん、美味しかった。めっちゃ美味しかった。賛成です。部屋に戻ってるね。今日は別にいいやって気分。うん。なんか完全に夏休み満喫してる小学生だよね。見た目がめっちゃはしゃいでる。
私も人のこと言えないけど、水着ではしゃいでたし。うるさいなあ。あ、なんか持つよ。はい。カバンも持つよ。聞いてる？花？飾るの？へえ、美味しそう。うん。で、カバンも持つよ。お仕事くださいよ。ありがとの？いいね。なんか涼しいよね、今年の夏。ねえ、扇風機で十分だし。あれかな？人類が激減して地球の環境が良くなった的な？そうなの？これからも変わっていくのかな。戻るかな。前向きだね、ユージ君。そっか。うん、大事だね、そういうの。私すぐネガティブになっちゃうから。見習わないとなーった。よし、エビ取ろう。エビ。私やるー。そのまま持っててもらっていい？怖くなってきた。この辺ガサガサするんだから、別に中に入らなくてもいける？やってみよう。おりゃおりゃ。だ、うわ。
と。そのまま支えてて。うん。うりゃ、うりゃ。取れた、見て見て。ちょっと触れないので網って二つないの？二人でやったらあっという間に終わっちゃいそうだけどね。時間はたっぷりあるしね。やっぱ中入ろ。やりにくいし。わかってる。うーし、通るぞー。うりゃこの花、つぼみ？おいしいね。アスパラっぽい感じ、なんとなくわかる。あー、いいね、マヨネーズ。恋しい。野菜好きだよ。あ、でもパクチー苦手。克服した？へえ。私もそのうち食べられるようになるのかな。今のところ大丈夫だけど、食べられない山菜とかあったらごめんね。このつぼみは美味しい。エビも美味しい。ご飯もうまい。最高！なんか、
こっちの方が物はないはずなのに、贅沢できてる気がする。一日二食も食べられるし、手作りで出来たてだし、しかも美味しいし、しかも毎日お風呂も入れるし。うん。一日一食の時も割とあったし。うん、マジ。ご飯はね、たくさんあったんだけどね。何かあった時のために、何？暴飲暴食？やめよう、みたいな。ね、しかもカップラーメン1個とか。かなりやばかったね。ありがとう、助けてくれて。でもね、知ってるんだ。リーダーたちは好きに食べてたの。自分たちのご飯を確保したかっただけ。そのために私たちのご飯を取り上げた。リーダーに気に入られればそっち側に行けるからさ。もうね、ほんと。大人がいなくなっちゃったのもあるだろうけど、ひどかった。もうぐっちゃぐちゃ。今ね。いいね、本当に。お腹いっぱい食べられるし。あ、なんかごめん。いっつも晩ご飯の時ぐちぐちしちゃうね。てか、昨日も同じこと話したよね。本当ごめん。ありがとう。でも、意識すると何話していいかわかんないね。まあ別に、話したいわけでもないんだけどさ。友達、同じ学校の人とって言ったけど、今の学校じゃなくて、前の学校なんだよね。卒業してから、2年 ?1 年半全然会ってなかったし、連絡も別に。今の学校には電車で通ってて、結構遠くて。だから友達とは離れ離れ。連絡も取れないし、今どうしてるかな。生きてるかどうかもわかんないけど。ユージ君は？友達とか。寂しいね。私もユージ君も。ユージくん。お風呂沸いたけど、先入る？じゃあ遠慮なく。